で、それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、前回は、一変数多項式の加算のアルゴリズムとか、あと計算量というところまでやりましたので、今回はその、一変数多項式の加算に付随する話題としまして、コーナー法というのを中心に取り上げたいと思います。テキストですと、セクション2.2.2 で、18ページですね。18ページの、下半分の方から、持っている人は、同時に参照しながら、進めて、見てください。聞いてください。で、このコーナー法で扱う方法というのは、多項式の評価と呼ばれる方法です。で、今ここにありますように、多項式 AX としまして、整数上の、X の一変数多項式を持ってきます。で、これは次数は N 次ですね。で、それとあと、X0 という、こういう、定数ですね。整数の定数を、持ってきます。で、この時に、今から考える計算は、この AX の X に、この与えられた値 X0 を代入した値ですね。この多項式の値 AX0 を求めようというものです。で、これ別の言い方をしますと、この多項式 AX に対して、この X イコール X0 で AX の値を評価すると、イバリエートといったような言い方をします。まあ、ですので、多分皆さんの中では比較的、こう、よく使われるような、もしくはよく馴染んだ計算ではないかと思います。で、その方法をどうやるかっていうことなんですが、まず多分皆さんがこれまで取ってきたであろう、素朴な方法から見ていきますと、例題としまして、この AX としてこのような5次の多項式を用意しました。で、これに X0 として10を取ってきて、10を代入してみましょうということを考えるわけですね。そうしますと、一番単純なやり方としては、その各項ごとに、この X に10を代入して、その後を計算するということになると思います。例えば、その5次の項ですと、X4 乗ですから、X に10を代入すると10の5かける10の4乗。それから、以下、10の3乗とか10の2乗とか10とか、を代入していくっていう形になるかと思います。今回はその代入する数が10という非常に切り目の良い数ですので、そんなに計算面倒じゃないかもしれませんけれども、一般の整数ですとたまには場合によってはその計算が難しいかもしれません。で、この時にその問題になるのは、この整数の乗算の回数で、じゃあ今ですね、このような形でその AX の値を評価した場合、際に、その整数の乗算が何回現れているかということを調べてみます。そうしますと、例えば4次の項ですね。4次の項を見ますと、10の4乗を計算するのに 10×10×10 で3回。で、加えて、その係数の5をかけるのに1回ということになりますので、単純に掛け算しますと、10の4乗の項に4回乗算をしていることになります。で、以下は同じようにして考えてみますと、大体その10の形状の、あ、じゃあ、形次の項ですね。形次の項の、値と係数を、積を求めるのに、その形回ずつ乗算を行っていることになると思います。で、これをもうちょっと一般的な形で書きますと、その A の次数が N 次の時ですね。N 次の時に、その乗算回数、今のというような単純な方法で行った値を評価した場合の乗算回数というのは、皆さんよくご存知の、その1プラス2プラス3プラス点で点の N までの和ということで、2分の N かける N プラス1ですから、大きい方で書くと、ラージ方で書くと、N2 乗の計算量になると。すなわち、この多項式の評価っていうのを素朴な、単純な方法でやっていると、その計算量っていうのは、多項式の次数の2乗に比例するということがわかります。で、2乗に比例するというのは、計算の中ではちょっと厄介なもので、例えば、2乗に比例するということは、多項式の、次数が10倍になると、計算量が、N2 乗に比例しますから、100倍になるということですね。そういった形で、このぐらいかかるということを押さえておきます。で、そこで、登場するのが、この剰余定理や組み立て除法と呼ばれる方法で、
これは多分皆さんが高校の数学でも出てきたかと思うんですが、聞いたことのある人ってどのぐらいいますでしょうか。はい、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 ありがとうございます。で、まあ、内容ですね、まあ、すでに覚えている人も含めて、確認していきましょう。剰余定理というのはどういう定理だったかというと、今、まあ、これは別に整数に限らずとも成り立つわけなんですが、今はとりあえず整数上の世界に限定して話を進めております。で、まあ、x を整数係数の多項式として、で x0 を整数とします。で、この時に、ax を多項式 x-x0 という一次式で割った剰余が、この多項式 ax にの x に x0 を代入した値ですね。すなわち、多項式 a を x0 で評価した値に等しいというのが、剰余定理でした。ということですね。で、まあ、それで、その、この ax を x マイナス x0 で割った方法を、まあ、素早く計算するのに、何人かの人たちは、組み立て助法というのを、まだ、覚えているかと思いますが、このような形で、行っております。で、この組み立て助法の式はですね、多分、日本の数学の、高校数学の教科書に出ているものと若干、こう、書き方が異なるかもしれませんが、実は、これは、TEFという、その数学のタイプセッティングシステムでですね、その、組み立て助法を扱った、機能を持ったパッケージをいろいろ探してみたら、やはり組み立て助法というのは国際的に知られた計算方法らしくて、その、まあ、海外の人が作ったパッケージの中にその組み立て助法を記述するためのパッケージがありましたので、持ってきました。というわけで、その記述の仕方、書き方が日本の高校の教科書のものと若干異なるかもしれませんが、大体まあ似たような形で書いておりますので、まあ、対応し続けてみてください。で、まず、ここでやることは、その与えられた多項式 x の係数をまあ順番にこう書いていくわけですね。工事の方から順番に書いています。x4 乗の係数5を書いて、3乗の係数3を書いて、マイナス2、x2 乗の係数、x1 乗の係数、定数項というふうにこう係数を並べるわけですね。で、この図では左側にその評価する代入する値 x0 の10という値をここに書いておきます。で、次にその計算の手順をもう一回説明しますと、まず、その一番左の5という数字はそのままこう下へ下ろしていきます。この線を引いて下に下ろしていきます。で、次のステップで、この5に、こちらの x0 の10をかけた値を、この隣、右隣の3の下に書きます。5に10をかけますと50ですから、これを3の下に書くと。で、次のステップでこの3と50を縦に並んだ数値を加えます。そうすると53になるわけですね。ここまでいいですか。で、次にその53にまたその左側にあるこの代入する数値10をかけます。そうすると53の10倍で530になります。で、これを、x2 乗の係数のマイナス2の下に書きます。で、次にこの縦に並んだ x2 乗の係数マイナス2と先ほど計算した530を加えます。そうしますとその結果528になります。で、今度はこの528にやはりその x0 として評価する値10をかけますと、かけてこの1次の項の係数8の下に書きます。そうするとこれは5280を書くわけになりますね。で、そうしますと次にその5280とあと1次の係数8を加えます。その5288になります。っていうことを、まあ、最後まで繰り返して、最後はこの5288を、まあ、10倍するわけですね。で、52880になりますので、これに定数項のマイナス10を加えて52870という値になります。で、実はこれがその A に10を代入した求める値になるというのが、まあ、組み立て助法のやり方でした。で、実は皆さん気づこの時は気づかれてなかったかもしれませんが、実はこのやり方が、実はホーナー法と呼ばれる方法そのものであります。ここにありますように、これは、まあ、多項式の展開の形で書きましたけれども、
組み立て助法というのはこのようなことをやっています。すなわち、最初に、x の4乗の係数5に、代入する値10をかけて、それに、4の x4 乗の係数3を加えたってこの部分ですね。で、それにさらに10倍して、それをさらに10倍して、で、今度はマイナス2というのは、この2乗、x2 乗の係数なんですね。それを加えました。で、それを10倍して、今度は x1 乗の係数8を加えました。で、それを10倍して、最後に定数項マイナス10を加えました。という形で、計算するのが、実は、これがコーナー法と呼ばれるものです。ですので、まあ、コーナー法は、その組み立て助法を知っている人に関しては、最初はこの組み立て助法を、まあ、そのものと言っても、いいかもしれません。で、一般には、ここにありますように、まあ、AX として、まあ、N 字の多項式があったときに、順番としては、まず、これにその X0 ですね。X0 を代入する場合なんですけれども、順番としては、まず、その、主係数 AN に、まあ、X0 をかけますと。で、次に N-1 次の係数を加えて、でさらに X0 をかけます。で、それに A の N-2次の係数をかけて、X0 をかけますっていうのを、繰り返して最後、1次の係数を加えて、X0 をかけて、最後定数項を加えるというところまで計算を行うというのが、このコーナー法の計算法です。で、これは実際に論文が出たり、欧米で論文が出たりしたのが19世紀になってからなんですけれども、東洋、まあ、中国ですとか日本などでは、それよりも前からこの方法が知られていたということが、いくつかの資料で紹介されております。まあ、今回はその詳しい話は時間の都合で割愛しますけれども、まあ、興味のある人は調べてみるといいかと思います。で、これがそのコーナー法のアルゴリズムです。で、入力としましては、多項式 AX を、まあ、前回やりました形式で表しましたけれども、まあ、A の0から A の N ですね、N 字の多項式として、でそれから、代入する値 X0。まあ、整数として取ってきます。で、出力としては、この A に X0 を代入した値 Y を返すということで、まあ、こういった形ですね、で、計算を行うことができます。まあ、先ほどの計算を、こう、まあ、疑似コードの形で表したものです。まあ、この資料は、今日の、授業が終わりましたら、一応皆さんにも配りますので、各自確認しておいてください。まで質問ありますでしょうか。はい。で、計算量に関しては、計算量の見積もりは、今日の、これから授業の後で行うレポート課題になります。で、一応注意点としましては、現時点では、その多倍調整数の、上段の計算量は評価しておりません。で、先ほど、その、計算法の説明したときに気づいた人もいるかもしれませんけれども、コーナー法ではその係数同士の乗算を行います。しかし、乗算のアルゴリズムや計算量はまだ説明していませんので、今日のレポート課題の段階ではそこまでは求めません。そこまでは、今日のレポート課題では、その整数同士の四則演算を単位として、何回四則演算が行われたかということを評価してもらいますので、注意してください。はい。では、もう一つ、次の話題として、非負整数の、二進十進変換という話をしたいと思います。で、これは、この話もですね、まあ、皆さんの中にはもうすでに、手法を習ったという人も、いるかと思うんですけれども、まあ、これらも実は、コーナー法のアイデアが使われているということを紹介したいと思います。で、まず、非負整数の二進表記を十進表記に変換するという方法を扱います。で、ここで例題として、M という二進数を持ってきました。これから二進数と十進数が頻繁に出てきますので、今後の数の表記の際には、必要があるときには、このように括弧で区切って、で、右下に2とか10とか書くことで、これは二進数です、もしくはこれは十進数ですという表し方をしますので注意しておいてください。
で、M として与えられたものは、数の並びが10、11、01、1という二進数です。で、これを十進数に直しましょうということを考えます。で、そうしますと、まあ、単純なやり方ですと、まあ、各ですね、下から、この二進数の位取りを考えて十進数直していくわけですが、これ一番上の桁が2の6乗の位ですので、まあ2の6乗の位が1だと、まあ2の6乗を加えるという数になりますね。あと、以下、2の4乗と2の3乗と2の1乗と2の0乗の位が1ですから、まあそれらの数を全部加えればよいということで、十進数にすると91というふうになります。まあこれが多分皆さんよくやられる計算法ではないかと思います。でしかし、これをですね、これにフォーナー法を使ってもう少し効率化することを考えますと、この今ですね、与えられた二進数が2の6乗の位までありますから、それに対してこのような6次の一変数多項式を用意します。で、係数は1か0かなんですけれども、与えられた数の第2の形状の位が1だったら、この多項式の係数を1として、2の形状の位が0だったら、その形次の係数を0とすると、こういうふうに書くわけですね。で、こういう今の場合ですと、1×x6+0×x5+1というような多項式を用意して、で、この多項式の x に1を代入しても、この計算することになるわけですよね。そうすると、じゃあこれ一変数多項式だから、ただ単純にこう2の6乗とか2の4乗とかをかけるよりは、これにフォーナー法を使った方が、乗算の回数は減らせるんじゃないかっていうのがこの、話題です。実際にやってみますと、まず、一番上から見ていきますと、これ2の6乗の係数が、まあ、1でしたので、まあ、それを2倍して、次に2の5乗の係数が0でした。で、0を加えると。で、それを2倍して、次に2の4乗の係数が1ですので、1を加えて、また2倍すると。で、2の3乗の係数も1でしたので、1を加えて、それを2倍すると。で、2の2乗の係数は0でしたので、それを加えて、また2倍すると。で、2の1乗の係数は1でしたので、まあ、それ1を加えて2倍する。最後に、1の位ですね。1の位が1ですので、1を加えるという形で、計算していきますと、実は、同じ91という十進表記を求めるんですけれども、乗算の回数が、まあ、先ほど言ったように減らせるということになります。というのが、まず二進数を十進数で表記したときの、におけるそのフォーナー法の活用ですね。までいいでしょうか。はい。じゃあ、次にですね、逆に、じゃあ十進数を二進数に直す方法についてちょっと見ていきましょう。なんかこういう図を見て、これやったことあるなって人どのぐらいいますか？はいはい、ありがとうございます。まあ一部いるかもしれません。ちょっと、まあ、まだ初めてという人もいそうですので、方法も含めて説明したいと思います。ここでは、先ほどは答えとして求めていた91ですね。91という十進数を二進数で表記することを考えましょう。で、最初に、91を2で割ります。2で割ると、小が45で余りが1になりますので、それをこのように書きます。91を2で割って、で、小は91の下に書いて、余りを、右脇に書きます。ここまででしょうか。で、次に、同じ計算をですね、これ、どんどん2で割りながら、小が0になるまで繰り返します。先ほどの場合ですと、91を2で割って、小が45で余りが1でしたから、今度はこの小を2で割っていきます。45を2で割ると、小が22で余りが1になりますから、このようにやはり余りを右側に書くわけですね。で、出てきた小をどんどん2で割ります。22を2で割れば、小は11で今度は余り0と。で、11を2で割れば、小は5で余りが1と。で、5を2で割れば、小が2で余りが1と。で、2を2で割ると、小が1で余りが0で、最後に、1を
2で割ると、まあ、あの小が0ですね。で、余りが1になりますので、このような形で書きます。で、こうやって、その余りをこう、上から順番にこう書いているわけですね。で、次がミソなんですけれども、この余りを、下の方からの数から順に、左から並べます。ですので、下のから順番に1、0、1、1、0、1、1っていうふうに数えられるのを、こちらをは左から、つまり2指数と上の位から順番に並べるわけですね。1、0、1、1、0、1、1というふうにして比べると。そうしますと、実は、この1と0の並びが、その求める91の2進表記になっているというのが、まあ、この計算法なわけですね。はい。ここまでいいでしょうか。そうすると、まあ、手順としては、まあ、やり方さえ覚えれば、まあ、問題はないわけなんですけれども、皆さん、ちょっと不思議に思った人はいませんでしょうか。なんで、この余りを下から並べると、二進数の、二進表記の上の位から並んだことになるのかと。で、まあ、実は僕も習ったときにちょっと疑問だったんですけれども、実はこれもコーナー法で説明ができます。で、この91からですね、順番2で割って、この余りが0になるまで求めた計算というのは、まあ、十進のその計算の展開ですと、このような形で表すことができます。まず91は、2で割って45です。45が小でしたから、45×2 プラス1というふうになりますね。で、その次に、45を2で割りましたので、この45というのを 22×2 プラス1という形で表すわけですね。で、そうするとさらにこの22を、まあ、2で割ったっていうことは、これ22を、11×、あれ、ごめんなさい、ここ11×1 じゃないです。11×2 ですね、すいません。11×2 プラス0っていう形で、表したと。で、11もさらに2で割って、このような形で表した。っていうふうにしていきますと、実は、この一番下にありますような、この式の展開っていうのが、先ほどの、そのホーナー法による、その式の展開になっていることがわかります。そうしますと、このような形で表したときにですね、その二進数、まあ、このですね、黄色で塗りつぶした部分が二進数の各桁に対応しまして、でしかも、一番左側のこの1からですね、これがその位の高い方の二進数の各桁に対応しています。例えば一番左側の1はですね、2の何乗かかっているかというと、右から数えますと、1、2、3、4、5、6というふうに、2の6乗がかかっているわけですね。で、隣の0は2の5乗がかかっていて、で、左から3番目の1には2の4乗がかかっているというふうに、実はこの、それぞれがですね、まあ、2のべき乗の、係数を並べていった形で表されているということになります。ここまでいいですか。では、多分ですね、整数の二進十進変換は、もうすでに聞いた人も結構いるかもしれませんけれども、今日はその小数とか、あと分数、有理数の二進十進変換の話題も、触れておきたいと思います。まず、二進の循環小数を、十進の有理数で表現するっていう話をしたいと思うんですけれども、その前に、一応、十進の循環小数を有理数に表現する手順について復習しておきたいと思います。この手順、聞いたことがあるとか、習ったとか知ってるというのはどのぐらいありますか？十進数です、十進数。例えば、今のように、0.142857 っていう十進数の、はい、ありがとうございます。十進数を、じゃあ、有理数で表現しましょうっていう話ですね。じゃあ、あと何か言うんですけれども、じゃあ、話をしたいと思います。基本としましては、まあ、表したい問題がここにあります。まあ、人によっては、この数、数の並びを見た段階で、まあ、なんだ、分母に7が関係してくるんじゃないかと、こう、気づく人もいるかもしれませんけれども、その通りなんですが、で、基本としては、この A ですね、A をこう置いたときに、A を、
まあ、10の何倍かして、つまり小数点をずらして、循環節、この、この倍数142857っていうふうに、この2つの点がついたところが、常に繰り返すということに表していまして、これを、この並びを循環節と言います。で、この循環節が、この整数部に来るように、数を調整します。で、この場合は、今、循環節がですね、142857の6桁でしたので、で元の数を10の6乗倍します。そうしますと、この小数点が6桁ずれて、ちょうど循環節の一つの142857が整数部に来ました。まずこういうものを作るというのが一つのポイントですね。でこれは元の数の10の6乗倍というのも注意してください。でそれと、元の数 A を並べて縦に並べています。でこれは 0.142857 が続くわけですね。で次の、ポイントとなる操作は、この上の10の6乗倍の A からこの下の A を引くんですね。そうすると、小数点よりその循環節が全部重なっていますのでキャンセルされます。キャンセルされて整数部だけが残ります。この場合ですと10の6乗マイナス1倍の A というのがちょうど142857という値になるわけですね。これがポイントです。循環節、小数点より下の循環節をうまくキャンセルするように、この A の定数倍を作るというのがポイントです。で、そうしますと、これ A に関する一次方程式になりましたので、これを A について解けば、その A の有理数の表現が出てくると。すなわち、これは、まあ、割と単純な部類で7分の1だということが分かります。ここまでいいでしょうか。はい、で、循環小数が2進数の場合も、計算方法は、10進数の場合と全く同じです。ポイントとしては、その循環節、小数点以下の循環節が全部消えるような、その元の数の定数倍を持ってきて、こう、加算するっていうのがポイントですね。で例題として、この 0.0011、こういう二進数を持ってきました。この0011の部分が循環するような、まあ、循環小数です。で、まあ、計算の仕方はいくつかあるかと思いますけれども、まあ、ここではまず最初に、循環節を小数点のすぐ下に、持ってきました。まあ、この与えられた数を A としたときに、この A を2倍しますと、このような形で、0.0011 の循環節が小数点のすぐ北に来ます。でこの A を2倍したものをこう B というふうに置いていきます。で次の手順で、この B を、まあ、2の N 乗倍ですね。だから小数点をこうずらすというのは2の N 乗倍するんですけれども、2の N 乗倍して、この循環節がちょうど1個整数部に来るように、かけます。この場合は、循環節が4桁ありますから、この B に2の4乗をかけることで、まあ、本当はこれ0011なんですけれども、まあ、00は、整数部の頭の00は書きませんから、このような形で11.0011.0011という形の、まあ、循環小数ができるわけですね。で、この2の4乗かける B から B を引きます。そうすると、小数点より下の循環節が全部キャンセルされて消えます。そうしますと、この方程式、これ、引いた式は、右辺が、整数部が2進数で11ですので、これは10進数で3ということになりますね。で一方で、この左辺の方は2の4、B の係数が2の4乗から1を引きますので、まあ、16から1を引くのか。15B ですね。左辺が 15B で右辺が3ということになりますから、これを B について解くと、B が5分の1ということに出ます。で、もともとこの B というのは、与えられた数 A の2倍の数でしたので、その A はこの B の半分ということで、10分の1というのが、答えになります。ここでいいでしょうか。で、ここで興味深い点の一つとしては、10進数で10分の1というような非常に単純な数がですね、2進数では循環小数になる
っていうところがちょっと面白いかもしれないですね。ですので例えば皆さん電卓などで普段10進数で計算しておりますけれども、電卓も大体内部は2進数で表現しています。ですので我々が電卓でよく目にするようなそういう有限桁の小数というのも実際には二進表現ではしばしば循環小数になっているということにも気づかれると思います。で、それであとはもうちょっと続くんですが、今度はその整数以外の場合の10進数を2進数に表記することを考えてみましょう。でこれは大体教科書に沿った表現なんですけれども、まあ、X、まあ、10進表記された X が与えられたときに、その整数部分をまあこのような記号で、それから小数部分をこのような記号で表します。小数部分を中括弧でくくって表します。で、この時に、その、まあ、この10、その X の整数部分にあたる二進数をまあ Z と置いて、それから X の小数部分にあたる二進数を P と置きますと、まあ結果として X 十進数の表現を二進数で表せば、Z が整数分の二進数表現、P が小数分の二進数表現ということになりまして、まあ、当たり前ですけれども、受信数を二進数に表現を変えるときには、整数部と小数部に分けて、それぞれを受信数から二進数に変換すればよいということになります。で、整数部分の受信数から二進数への変換は、先ほど扱った通りですので、今度はその小数部分の受信数のから二進数への変換を扱います。で、例題としまして、先ほど出しましたこの10分の1ですね。この10進数10分の1を二進表記で計算することを考えてみましょう。手順は次の通りになりますので、ちょっと一つずつ追っていきます。まず、最初に与えられた数を順に2倍します。まず、10分の1が与えられましたので、10分の1を2倍します。そうすると5分の1になるわけですね。で、5分の1を出たときに、この2倍した数値がもし1を超えていたら脇に1と書いて、この5分結果からこの1を引いて計算を続けます。この場合最初は5分の1でして、これは1を超えていませんので、脇に0と書いて、今度は5分の1を2倍するわけですね。5分の1を2倍すると5分の2になります。5分の2はまだ1を超えていませんので右側に0と書きます。で、5分の2をまた2倍します。そうすると5分の4と出てきます。で、5分の4も、1を超えていますので、右側に0と書きます。で、さらに、5分の4を2倍します。そうすると5分の8になって、ここで初めて1を超えるわけですね。そうすると、その時はこのような形で5分の8になるんですけど、これを、1プラス5分の3というふうに書いて、1を右側に出して、1より小さい5分の3という形にします。で、さらに、ここから先はこの5分の3を2倍するわけですね。5分の3を2倍すると、5分の6になってまた1を超えますので、5分の1プラス1という形にします。で、5分の1を2倍するとまた5分の2が出てきまして、あれと思うわけですね。もしかしてこの計算が循環するんじゃないかと気づくわけです。おっしゃる通りで、実は、ここで、まあ、5分の1が出てきた段階で、実はこの二進数で表現した場合の循環説が見つかったことになります。ですので、あとはその左辺、右辺の値ですね。この右辺の値が1に等しくなるか、あるいは循環説が見つかるまでこの計算を続けていきます。でそうしますと、このような形で、この各桁の数字を、0、0、1、1、0、0、1というふうにこう並べていきますと、これが実はその十進数の小数の二進数で表した時の各桁になります。小数点以下こう上から順番に並べているわけですね。001001001001と並べていきます。で、今の計算なんですが、この10分の1を
先ほどの計算で、その0と1の列を並べますと、00011、00011、00111、点々で続きまして、このように、小数第1に0を置いた後で、次の4桁、0011が循環するという形の循環小数で表されます。で、これも、実は、コーナー法の表記ができまして、これはちょっと時間の都合でここでは説明割愛しますので、また後で資料を配ったときに確認してください。で、一つ例題をやってみます。例題なんですが、マイナス 91.1 を二進表記せよと、二進数表記せよと。で、いくつか条件があります。小数はについてなんですけれども、有理数は有限小数か循環小数で表します。それから無理数は小数第9位で視野誤入します。あと、負の数なんですが、今回は整数図8桁の2の個数で表すということに注意してください。ちょっとこれ見て、やり方を見ていきましょう。で、まず、実はこれまでの計算から、今日の授業で紹介した計算で、91の二進表記も分かっていて、それから、0.1 の、二進表記も出しています。特にその0.1の二進表記は循環小数になるということが分かっています。で、そこでまず、負の数を取る前に、91.1 で十進数を二進数で表してみましょう。そうすると、このような形で、0101101.0 で0011の循環節という形になります。で、ここで、なぜ、この頭の桁の0をわざわざ書いたかというと、実は今の問題設定では、整数図8桁の2の個数で負の数を表しなさいということにしていましたので、正の数もちゃんと、この8桁目ですね。8桁目を0ということに、0で表して、これが正の数であることを明記しておきます。で、これを、2の個数を用いて、符号を反転させるやり方を思い出してみましょう。これは、各桁を0を1にしなさいと。1を0にしなさいということでした。ですので、そのやり方に従って、この正負、符号を反転させますと、まず整数部はこれ0と1が全部ひっくり返ります。それから小数部も0と1が全部ひっくり返った形になります。結論としては、マイナス 91.1 の十進表記はこのような形になります。で、一つ、その循環小数などのその2の個数表示に関する注意なんですが、確か、皆さん覚えている人もいるかもしれませんけれども、以前整数の、符号反転時にはですね、一番下の桁に1を加えましょうということをやりました。で、今回は、そのようなことをしないということに注意してください。なぜか、実際に、91.1 にですね、今、マイナス 91.1 と表記させた数を加えると、0になることが示せます。まず、一番上の桁なんですけれども、これは実は2の個数表記で、マイナス2の7乗っていうくらいを表すわけですね。で、もともとの 91.1 には0で、これ、マイナス 91.1 には1が立っていましたから、そこの段階で、マイナス2の7乗がここにあることがあります。そうすると、残りの桁の和を計算して、それが2の7乗に等しくなれば、まあ、この2つの数の和がちゃんと0になるということが分かります。そこで、まずこの一番上の桁を除いた整数部の和を見てみますと、これ2つの数加えましたから、全部の桁が1になりましたので、これ2の6乗から1までの和ですね。そうすると2の7乗マイナス1になります。まず整数部はこうですね。で、次に小数部を見ます。小数部も、循環小数で、このような形で0と1を全部加えましたので、小数部は1がずっと続くという形の小数になります。そしてそれは、2のマイナス1乗プラス2のマイナス2乗プラスっていう、この、数列の和になります。で、皆さんご存知だと思いますが、この数列の和というのは実は1に等しくなるわけですね。で、実数の連続性から、こういうその数列の和の極限を、まあ、実数というふうに定義しますので、そうするとこの小数部の和というのは、1に等しくなります。
以上のことを合わせると、まあ、ちょうど全部の項はキャンセルされて、この2つの数の和が0になるということで、このマイナス 91.1 の表記が正しいということが確かめられます。ということで、皆さん後で確認しておいてください。で、ちょっと少し時間が経っちゃいましたけれども、今回の授業のまとめです。今回はホーナー法によるその一変数多項式の評価と、で、あとホーナー法のアルゴリズムと計算量について行いました。で、まあ、でホーナー法の応用というか、その現れる例としまして、非不整数の二進十進変換、それから、小数の二進十進変換について扱いました。で、次回は、この次のですね、2.3 節の多項式や多倍長数の整数の乗算について、見ていきたいと思います。ここまで何か質問ありますでしょうか。じゃあ、それではとりあえず、この講義をここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。